こんばんは、ルビチューブのゆりとさらです。妊娠が分かったけど、職場にはいつ報告したらいいんだろうってタイミングとか結構悩んだんですよね。そこで今回は私たち2人が実際にいつ頃職場に報告したのか体験談をお話ししたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。私は妊娠3ヶ月の時に上司にまず報告をしたんだよね。上司は女性と男性どっちだった？男性だったんだけど、言い出すタイミングが結構難しくて迷ってたんだよね。本当は安定期に入ってから報告をしたかったんだけど、実際は引き継ぎのタイミングとかもあって、私の代わりの人を探さなくちゃいけなかったから、安定期よりも2ヶ月ぐらいかな、早めに伝えることにしました。早めに伝えてよかったなと思うことは、つわりの症状が、私食べづわりとかが結構ひどかったんだけど、ちょっと症状が重い時は休みますっていうことができたり、研修の時にどうしても平日に行くことが多くて、ね、空いてて行きやすかったのもあったから、ちょっと早退しますとか遅刻しますとかが言いやすくなったのが良かったかなと思います。私は結局出産ギリギリまでは働かずに、妊娠6ヶ月後半だったかな、引き継ぎの人とバトンタッチをして退職することになりました。そうなんだね、私の場合はスタッフに全員に伝えたのは安定期に入ってから伝えました。最初はどうしたの？最初は直属の上司に、先輩ママだったからとても言いやすくて、よかったね。そう、妊娠する前から、相談してた。そう、相談してたから、もう分かった時点ですぐ上司には報告はしてたんですけど、当時シフト制だったから重い荷物とか持つ仕事もあったから、負担にならないようなシフトに変更してもらったりもしてたからよかったかな。よかった。上司だけにはきちんと言っとかないと何かあった時に心配だよね。結局仕事はいつぐらいまで続けた？私は産休に、産休をいただいて妊娠9ヶ月ぐらいまでは仕事をして、予定日の6週間前から休みをいただいて、産休育休を取って仕事復帰しました。ということで、今回は私たち2人の妊娠報告のタイミングについてお話しさせていただきました。皆さんの体験談もぜひコメント欄にお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。